子どもの笑顔で冷え込む地域の観光を盛り上げようと、瀬戸内市で初めてのお子様ランチコンテストが開かれました。最終審査会の今日、勝ち残ったレシピが披露され、グランプリが決定しました。初代グランプリをかけて予選を勝ち抜いたメニューがこちらです。彩り豊かで子どもたちが喜ぶ工夫が詰まっています。ミートソースにセロリを入れるなど、お子様の健康を考えて考案された備前市代表のキッズプレート。こちらは地元の名物温玉ライスバーガーのミニサイズをメインにエビフライなどを添えたボックス型のランチ。最後は地元で食べられている魚ヒラを使った豆腐ハンバーグなど、ふるさとの幸を使い海の中をイメージしました。ある程度こう冷めても本当に美味しく食べていただけるようにっていうことも、はい、料理長の方が工夫して瀬戸内市、備前市、玉野市にある41店舗が参加したお子様ランチコンテストの決勝戦が行われ、勝ち上がった3つのメニューの最終審査が行われました。お子様ランチ発祥の店といわれる松坂屋上野店の朝比奈光子店長や、子ども審査員として倉敷ふるさと大使を務める岡山歌っ子すずちゃんら4人が審査。一つ一つに何か いいところっていうか、何か工夫しているところがあって、地域性とかがあって、とっても良かったと思いました。厳正な審査の結果、グランプリには瀬戸内市の店舗が考案した遊覧船が選ばれました。いっぱいお子様ランチみんなが作れば、必ずね、子どもたちが大人を連れてきますんでね、そういう街にしたいと思ってます。メニューは考案したそれぞれの店舗で提供されるということで、瀬戸内の新たな観光資源としてお子様ランチに期待が集まっています。